定例の会見を始めます。私の方からは今日の常任幹部会で確認したことを2点ご報告をします。1つは、安倍球場会見の全国市民アクションが呼びかけた会見発議に反対する署名に全力で取り組むということを確認をいたしました。首相は年頭記者会見で、私自身の手で会見を成し遂げるといい、通常国会の施政方針で、憲法審査会でともに国会議員の責任を果たしていこうと呼びかけるなど、会見に向けた執念を燃やしています。また新型コロナ対策として緊急事態条項という声も出てきております。さらに自民党は今年に入って、憲法改正の主役はあなたですというポスターを初めて作成し、キャンペーンを始めています。そういう中で2月6日に、安倍球場会見の全国市民アクションがスタート集会を開き、私も出席しました。立憲民主党の杉尾秀哉参議院議員、社民党の福島みずほ参議院議員も参加されましたが、ここで、署名運動の呼びかけがなされました。で、党としては1000万人の目標で、この署名に取り組むと、党の全力を挙げて、安倍会見発議を許さないという世論を草の根から広げていくということを確認をいたしました。それからもう一点、人事で、原発中黒、気候変動中黒、エネルギー問題対策委員会を発足させるということで、責任者には笠井彰常任幹部会員、衆議院議員、副責任者は浦田信明、国会議員じゃありません、常任幹部会員から事務局長には藤野康文衆議院議員、政策委員会の副委員長ですね、から事務局次長に姫井二郎、これは非議員です、議員ではありませんが、国民運動委員会の事務局次長を当てるということを確認しました。私からは以上です。はい、NHK を崩れていると、今の冒頭のにちょっと関連して、憲法絡みなんですけれども、自民党の稲田幹事長代行が先日、宝塚市で講演した際に、憲法に、男女の不平等の解消を明記するということを議論すべきだという考えを示したんですけれども、これは、男女の不平等の解消というのは大事だと思うんですけれども、憲法に入れてもべき事案なのかどうかお考えさせてください。憲法を変える前に、まず憲法を読みなさいというふうに言いたいと思います。稲田さんは憲法に男女不平等解消を明記すべきだと言ってますが、明記されています。憲法14条は法の下の平等ということで、人種、信条、性別、社会的身分、門地、によって差別されないと、もう男女は平等であると。から24条には両性の本質的平等ということも書いてあるわけで、憲法読んでないのかなというふうに言わざるを得ない。同様の発言は島村博文、自民党選対委員長も、新型コロナ対策に関わって、人権も大事だが、公共の福祉も大事だと。公共の福祉っていうのは、憲法に書いてあるわけで、無制限に人権が認められるんじゃなくて、公共の福祉という、文言によって、人権と人権の衝突を解消するということも、憲法書かれてるわけで。繰り返しになりますが、憲法を変えるっていう議論の前に、まず憲法を、勉強しろとまで言いませんが、読んだらどうですかと、憲法の条文読んでくださいと。で、ちなみに稲田さんは、女性の議員が少なすぎるので、憲法にこの男女不平等の解消を、明記すべきだと言いました。だったら自民党がもっと候補者で女性を増やしてくださいと。だってこの間の参議院選挙で自民党の女性候補者は 14.6%、 別に自慢するわけじゃないけど、共産党 55%、 憲法を変えなくたって政党がやる気になれば女性の国会議員は増やせるということを申し上げたいと思います。以上です。はい、産経新聞の記者で千葉と申します。次の静岡4候補選について伺いたいんですけど、静岡4候補選について伺いたいんですけど、
の市民区連が共産党で島津候補を、はい、決めてますけれども、野党では他に国民が民主党の田中さんを支援する方針で、まだ統一候補には実現してませんけれども、今後ですね、まあ、一本化調整というのが行われるのではないかと思いますが、それにどのようなスタンスで臨まれるかお願いします。現時点で立候補を表明しているのは、日本共産党の島津前衆議院議員、元衆議院議員しかいないわけですから、で、まあ、国会議員の経験もあるわけですから、島津さんを野党統一候補に是非するという方向で議論していきたいというふうに思います。島津さんが最も静岡4区で野党を代表する候補者の資格がある候補者であると考えています。はい、あの知事の近いです、はい、今日も予算委員会で、はい、北村大臣の拙いというか答弁で、行わしましたけれども、今後北村大臣予算審議に変えられるかどうかとか、進退についてはどのように思われますか。まあ、北村大臣の答弁が、まあ、二転三転したりですね、まあ、非常に支離滅裂な答弁もあったりということは指摘をされておりますが、なぜそうなっているのかというと、やっぱり安倍さんですよ、原因は。要するに内閣府だけなんで廃棄期限が短いのかということを聞かれたわけですよね。これやっぱり、ね、無理筋の話をやってるから、まあ、答弁能力の問題ももちろんあると思いますが、根本的にはこの無理な答弁を強いていると。安倍さんの答弁に合わせるがために、安倍首相の疑惑を、まあ、少しでも払拭するということのために、北村大臣は、まあ、かなり無理な答弁を強いられているということに根本的な原因があって、まあ、見ていて痛々しい感じすらいたします。根本的には安倍首相が正直に真実を語り、廃棄したとされている資料も明らかにすれば、すべて解決するわけですから、私は根本的な原因は北村大臣にあるというよりは、まあ、そういう理不尽で不合理な答弁を強いている安倍首相に、この問題の責任はあると考えます。はい、別件なんですけれども、はい、秋元司さん議員について、はい、東京地裁が今日保釈を認める決定を出しました、はい、検察がまだ準抗告している段階なんですけれども、うん、とりあえずこの保釈決定について受け止めをお願いします。まあ、保釈の判断についてはこれは司法が判断すべきことであると思いますのでコメントはいたしませんが、保釈されたわけですからやらなきゃいけないことは、政府が副大臣、カジノを担当している副大臣に、まあ、これだけのね、起訴されるまでの疑惑がかけられている以上、その真相解明を政府はやるべきだと、秋元氏に対して真相の解明を強く迫るべきだと、同時に国会は直ちに証人喚問を行うべきだと思います。衆参両院で証人として国会に承知するということを議決すべきだというふうに考えます。すいません、はい、今の関連で、まあ、その議員辞職にあたりというような話かもしれませんが、共産党として議員辞職について対してというふうにお考えかというのと、野党として議員辞職勧告決議案みたいなのを出すという考えについて、議員辞職よりもまず、まあ、議員の職に値しないことは間違いありませんが、真相の解明のための責任を果たすのが国会、そして政府の責任だと思います。まずは先ほど言ったように、真相の解明のために政府もそして国会もその責任を果たすべきだと。これはもう与党野党関係なく、国会は真相解明のための責任を果たすべきだと思います。まあ、辞職云々の話はその真相解明の次の段階の話だと思います。まあ、繰り返しになりますが、辞職に値することは間違いないと思いますが、まずは真相解明のために責任を果たすべきだと思います。あ、すみません、普段視点のメンバーですけども、山本太郎令和新選組代表に
なぜ党首会談、幹事長会談に出ないのかと聞きましたら、山本さんはお声がかからないからだとおっしゃってました。今後も党首会談や幹事長会談で令和新選組代表の山本さんは呼ばれないのでしょうか。声かかってないっていうのはちょっと私はその詳細よく存じません。招集してるわけではないので私たちが。ただ少なくとも市民連合と、幹事長との意見交換会には声をかけていると市民連合からは聞いています。幹事長会談、党首会談に、招集しているかどうかは、会議を主催しているというか呼びかけている政党に聞いていただければと思います。ちょっと私はよく存じません。はい、あとそれから今日の国会でいうと注目したのは山尾志織、衆議院議員がですね、での黒川東京高検検事長の問題についての追及を行いました。これ非常に重要な追及だったと思います。国家公務員法の制定時に検察官は定年延長のが適用されないという当時の国会の答弁があったということを示してですね、追及をしてました。で、森法務大臣は全く答弁不能でした。これは非常にこれから重大な問題に発展していくのではないかなと思っております。それからもう一つ、我が党の国田圭司国会対策委員長が中東でのですね、10月の段階で、自衛隊の艦船がイラン革命防衛隊にこう追跡されていたという、一般朝日新聞ですかね、報道があったと。でその時のこの公開日誌をこう請求したらば、なぜかその10月のこの24日前後のその指摘されているところの公開日誌が真っ黒黒黒に 黒塗りされていたと。これまた日報隠しかということですね。これ10月ですから、こういう段階で非常に危険な事態が起こっていたということが事実だとすれば、これはそしてそれを隠蔽しているのだと、もししたら、これ重大な問題だということで、これも今後、問題が発展していくのではないかなと思っています。今日の予算委員会で、注目した点についてでした。以上でよろしいですか。はい、以上。